ホームランは17本を放っています。2回の表のイーグルスの攻撃です。まあ、そのあたりはこの大隣も重々考えながら投げるわけですよね。はい、特にこの山崎選手と関ノールにはね、こうやって一発をね、高々とレフトへ上がる。村松は早々とボールを見送りました。柳田さんが一発警戒と言っていたその直後に山崎今シーズン第18号ホームラン、レフトスタンドに叩き込みました。今ゆっくりホームイン。この試合イーグルスが先制しています。一発警戒というね、今柳田さんの話があったばっかりだったんですけれども、どうしてもこう本当にコースコースにコントロールするっていうピッチャーではないので、こういう一発っていうのはね、はい、よく見ることがあるんですけど、まあね、序盤にこう一発を浴びると長い投手に本当にこう有利に立たせるっていうふうになるので、はい、この1点で抑えないといけないですよね。そうですね。